こんにちは、ワールドリエタスです。今日はですね、私がいつも使っている顔汗を防止するクリーム、本当に効果があるのか検証していきたいと思います。イエーイ。おかげさまでね、多汗症の動画がねすごい伸びていて、やっぱり汗に悩む人ってね、今の時期ももちろんそうだけど、一年中を通してね、やっぱりたくさんいらっしゃるんだなっていうのを実感しました。顔の汗を止めるクリームとかはないんですかっていう質問が結構あったので、それをちょっとね今日ご紹介していきたいと思います。全然提供とかではなくて、私が普段から使っているクリームのご紹介なんですけど、以前インスタグラムでご紹介したこともあったんですが、こちらのクリームです。じゃーん。こちらはですね、サラフェプラスっていうようなお顔用のクリームになっています。スキンケアの時にね、顔に塗るだけで汗をねこう出にくくしてくれるよっていうような、制汗とかの効果があるクリームになるんですけれども、毎日最近は使っていて、朝のスキンケアに取り入れてるんですけど、まあどれほど効果があるのかっていうのをね、ちょっと今日は検証していきたいと思います。だからちょっと今はもう朝寝起きの段階で、メイクをする前のもうなんかこんな状態なんですけど、ちょっとメイクをする前のクリーム、スキンケアとしてちょっと塗っていきたいと思います。パッケージはこんな感じ、チューブになってますね。チューブなので持ち歩きもしやすいし、出しやすいし、使いやすいし、保管もしやすいっていう、私のチューブの大好きなポイントなんですけれども、だいたいね1円玉ぐらい、これぐらいを顔全体に塗っていきます。スキンケアの段階で塗るんですけど、化粧水を塗ってからこのクリームで蓋をするっていうような感じの使い方をしています。なので今化粧水をパパパってつけたところでこれを塗ります。で、私は乾燥肌なんですけど、やっぱりね鼻のところとか汗かいたり、あと今マスク生活だから、マスクの下でねすごい蒸れてね、公園行ってる時とかもうマスク剥がしたらちょっと下化け物になってるみたいな、そんな感じなんですけど、それでこのクリームを取り入れるようになったんですよ。で、これをまず顔全体にくるくると伸ばしていきます。普通にクリームを塗るような感覚ですね。で、私は余ったら首元までつけちゃいます。こんな感じで、でね、つけた時にねちょっと清涼感のある、ちょっとスースーするような、なんだろう、ひんやりするような感覚があるので、もうこの時点でね結構気持ちいい。夏とかさ、メイク前に汗かくとさ、もうさ、もう全て台無しになるじゃないですか。全然メイク乗らないみたいな、そんな感じもねちょっと防いでくれるようなものになります。で、なんかつけ方はこんな感じで、3秒ぐらいお顔全体をこうなじませるようにする。こんな感じでちょっと押さえて、だからあんまり汗の出ないね、目の周りとか口の周りとかはつけなくてもいいと思うんですけど、まあ、汗が気になるところに部分的にね、例えばおでこだけ、結構さ、このクリームだから顔全体に1円玉塗ると結構すぐなくなっちゃうんですけど、おでこだけ気になる人はおでこだけとか、鼻の下だけ気になるとか、部分的に使ってもいいと思います。で、こうやって塗るだけなんですよ。あとはそのままメイクをして出かけるっていう感じなんですけど、なんかさ、汗を止めるクリームって毛穴を塞がないかとか、副作用がないかとかって結構心配される方が多いと思うんですよ。でもね、これはね毛穴を塞ぐわけではなくって、毛穴を塞がずに汗を出にくくしてくれるっていうようなものなんですよね。で、ただ顔の汗をちょっと抑えたからといってめっちゃ体汗かくかっていうと別にそういうわけでもないし、副作用とかは全然気にしなくて大丈夫ですよっていう商品なんだけど、私もねずっと使ってるけども副作用を感じたことはないので全然安心して使ってもらえると思うんですけど、そう書いてた、毛穴を引き締めてくれて、汗の出口を小さくし流れ出ないようにするために、敏感なお肌にも使えますということで、毛穴を塞ぐわけじゃなくて入り口をちょっと小さくするっていう感じなのかな。だから毛穴が気になる人にもおすすめしたい商品なんですよ。そう、私もさ、毛穴の開きとかがすごい、この辺とか特に気になるので、そう、毛穴をキュッて引き締めてくれる。あとはね、汗を抑えるだけじゃなくって、ナノセラミドが入ってたりとか、大豆エキスとか、ちょっと保湿成分を入ってるので、化粧水の後にこれ1本でも全然
乾燥することなく1日過ごすことができます。あ、なるほどね。私いつも顔全体に使ってたんですけど、気になる部分には重ね塗りしてもいいみたい。この全体に塗った後に特に額が気になるとか鼻が気になるっていう人は、さらにそこにもう一回重ね塗りをすることで効果がさらに得られるっていうことになるみたいですね。でこれのすごいところはお化粧直しでも使えるっていうところで、まあ、汗で化粧が崩れてきちゃってよれた時もメイクの上からクリクリクリってクリームを塗って、その上から化粧直しをすることができるっていうので、2通りのね使い方があります。でこんな感じで、あと本当に塗るだけのケアなので上からメイクをして完成になります。でちょっと今日は比較をしていきたいので、今塗り方の説明で全体塗っちゃったんですけど、半分だけ落としてこっち側だけクリームを塗った状態で今日一日過ごしていきたいと思いますね。なのでこっち側はちょっと拭き取り洗顔でちょっとオフして、鼻も半分だけオフして、今日はちょっと外に行く用事があるので多分すんげー汗をかくと思うので、ちょっとね私もね使ってるとはいえどれぐらい効果が違うのかっていうのがすごい気になってるので、ちょっと楽しみにしてるんですけど、こんな感じで拭き取って、あとはメイクをしてちょっと出かけてきます。メイクをしてみました。フルメイクをしてもねそんなにやりたては全然変わりはないです。今日はリキッドのファンデーションをつけたんですけど、こっちがつけた方でこっちがつけてない方になるんですが、そんなにね見た目的には最初は変わりないかなって思います。どっちも変わりはないかな。じゃあちょっと一回このまま出かけてみてどうなるのかっていうのを夕方また6時間後ぐらいかなに撮りたいと思ってるので、一回行ってきます。バイバーイ。はい、戻ってきました。どうですかね、パッと見はわからないと思うんだけど、でね私すごい気づいちゃったのが、ここの三角ゾーン、目の下の三角ゾーン、まあマスクでね擦れたっていうのもあると思うんだけど、こっちのねクリームつけてない方はもうファンデーションがねないんですよ。ここがねもうなくなっちゃってて、もうそばかすも超出てきちゃってる状態なんですけど、こっちはちゃんとまだカバーされててしっかり三角ゾーンにファンデーションが残ってます。あとねおでこがねやっぱり分かりやすいなって思うんですけど、こっちは結構さマットな感じ、まだマットな感じが続いてるんですけど、こっちはもうねちょっとねテカテカしてきてます。で鼻の周りは、まあ、ファンデーション、まあ、マスクで、まあ、ファンデーションよれちゃったっていうのもあると思うんですけど、やっぱねよく見るとね小鼻のあたりのよれがこっちの方がやっぱひどいかなって思います。こっちの方がねすごいテカってるっていう感じがして、崩れ方もやっぱりひどいかなって思う。こっちはまだね小鼻のあたりもねまだファンデーションが残ってるんですけど、こっちはもうねなくなっちゃってます。何にもない状態ですね。まあ顎とかはそんなに汗もかいてなかったのか、そんなに顎とかは変わらないんだけど、やっぱり一番この顔の中心部ですね、 T ゾーンだったりこの三角ゾーンは結構違いが出てくるんじゃないかなって思う。てかメイクの崩れ方がさ違うね。チークもさこっちはあるけどこっちはもうさほぼ残ってないしさ、なんかチークの落ち具合とかもだいぶ違うかなって思う。こんなに違かったんだっていう感じですね。なんかこう外に出ててじわじわ汗をかくような日だったので、こっちめっちゃダラダラ、こっちは全然かいてないとか、そういう違いまではやっぱりわからないんだけど、こうやって化粧の崩れ方を見るとやっぱり肌のその汗のかき方っていうのは違ってきてたんだなっていうのはすごく実感します。特にね夏本番とかになってくるともっと違いが分かりやすく出てくると思うので、やっぱりこのねこのサラフェプラス、これは私はね愛用していきたいなって思ってます。皮脂崩れとかね汗の崩れ方も全然違ってくるので、これはかなり使えるかなって思う。やっぱりね暑い時期にさマスクしてると本当に汗かくから、もうマスクの下超ね梅雨だくになっちゃったりするけど、
これがあればね、やっぱ怖くないかなっていう感じはするので、これを私は使っていこうと思います。これね、Amazon とかでも買えるので、あの Amazon のURL 概要欄とか貼っておきますので、気になる方はぜひぜひチェックをしてみてください。ということで、最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。